めげないしょげない。おやすみ。はい、今回の動画はですね、4周年ありがとうキャンペーンということで、スクエスアーケードの方で、公式から、情報解禁の方がありましたので、そちらをね、わかりやすく、まとめて、プラス、自分のね、ちょっと憶測とか、ちょっとお話ししながら、皆さんにね、動画の方でお伝えしていきたいと思います。その内容がね、もう本当に数多すぎて、ちょっと細かく全部説明してるとめちゃくちゃ長くなっちゃうんで、おって思ったやつをピックアップして、お話ししていきます。はい、まず12月3日からニュー HR ガチャ、これミューズとアクアで所持してない HR が必ず、まあ、ランダムで3枚封入確定で、ガチャの方が引けるという形になりますね。ただ推しが出るかはわからないからね、そこはもう皆さんの引き次第っていうところで、はい、ドキドキですね。で同様にスタンプの方も最初の1周目に限り、未所持の HR が出てくれるという内容になっております。であとはね、まあ、ユニット別でなんか称号とかプロカフレームとかちょっと気になったのが、例えばシャロンの楽曲で AP 達成するとシャロンマスターっていうね称号が出てきたりとか、はい、AP の称号をなんか久々に見たなっていう感じですね。でさらに12月24日クリスマスイブからですね、はい、スペシャルガチャ、これもね毎年やってるね、うん、また来ましたね。はい、これ内容がやばい、これは未勝利とか関係なしにもう9枚全部 HR が確定するっていうね、ガチャ、これが1人1回限定でできると。だからねクリスマス大丈夫、予定ない人予定できました。これで俺はクリスマスイブは仕事、クリスマスはお休みです。あ、でもクリスマスの日健康診断あります。であとはあれですね、ラブカコインを使ってショップで衣装を交換できるじゃない、あれも一気に解放、もうどんどんバンバンバンっていう感じで、もうねなんかすごい解放されるのよ。最終的に3月4日に、解放されるのが最終更新で、全ての衣装が解放されるっていう形になってますので、正直ガチャやらなくてもコンプすることができてしまいます。まあ、いかにねコインを稼ぐかっていうところにはなってきますけども、はい、なんでサテライトでプレイするときにね、お出かけマップで、ラブカコインを回収していくと、まあ、結構効率よくね意外とたまりますので、別にガチャやらなくても、まあ、時間があんまりない人はねガチャやっちゃった方が手取り早くコインも集まったりはするんだけど、基本的にはまあサテライトでプレイしてるだけでもね十分、コインの方集まりますので、全然持ってない人からしたらかなりラブカコインの枚数必要になってくるんで大変だけど、普通にね今まである程度やってきてたプレイヤーからしたらワンチャン HR であれば、まあ、コンプができるのかなっていう感じにはなってますね。レオナが言ってたんだけど、やっぱり最後に好きな衣装とか交換して MV 楽しんでねっていう意味も込めてスクエスアーケードのね運営さんはおそらく更新してくれたのかなって思ってます。はい、で12月10日からもうここ大事、4周年ありがとうポスターゲットキャンペーンアクア開催、あれミューズは後からやるのかなミューズね、うん、で内容がやばすぎる、本当にスクエスアーケードの駆け下ろしのシャインブライドですよ、これはやばい。ね俺アクアの中でもシャインブライドマジで一番推してるんですよ。それがアクアこれポスター来てくれたってことは、この流れはよく言いますけど、ミューズぜひキャットツインテール来てほしいな。楽曲衣装じゃないじゃんシャインブライドって、楽曲衣装じゃないってことはミューズも楽曲衣装じゃない衣装で来るのかなって思ったから、ってなったらキャットツインテールワンチャンあるなって思ってちょっとワクワクしております。そんなところかな。なんで、まあ、スクエスアーケードね、まだ楽しみはありますので。なので、全国のアケフェスプレイヤーさん、あるうちは本当に全力で楽しんでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。はい、それでは、また次回の動画でお会いしましょう。